ステレオタイプ脅威とは人々が自分の社会集団についてのステレオタイプに適合する危険性がある、もしくは自分自身がその危険性を感じているという状況の苦境のことである。これは学業成績における長年の人種と性別の格差の一因であると言われている。このことが学問的文献に登場して以来、ステレオタイプ脅威は 社会心理学の分野で最も広く研究されているトピックの一つとなっている。ステレオタイプ脅威を増大させる状況的な要因には取り組むものの難しさ、その取り組むものが自分の能力を測るものだという信念、取り組むものとステレオタイプの関連性などがある。このような状況下では自分がうまくやってみたいと思っていることや、ステレオタイプのグループと強く同一視している場合に、 ステレオタイプ脅威の程度が高くなることがある。また、ネガティブなステレオタイプの集団との同一性による差別を予期している場合にも、これらの影響は増大する。ステレオタイプ脅威を繰り返し経験することは、自信の低下、パフォーマンスの低下、達成の関連領域への関心の喪失という悪循環を引き起こす可能性がある。ステレオタイプの脅威は、 ネガティブなステレオタイプの集団に属する個人のパフォーマンスの低下を示すと主張されてきた。また、公衆衛生における格差に影響を与える役割も示唆されている。この理論によると、特定のグループに関して否定的なステレオタイプが存在すると、グループのメンバーは自分のパフォーマンスに不安を感じやすくなり、その結果、自分の能力を 最大限に発揮することが妨げられる可能性があるという。重要なことは、ステレオタイプが活性化されるためには、個人がそのステレオタイプを支持する必要はないということである。ステレオタイプの活性化によって誘発される不安がパフォーマンスを低下させるメカニズムは、ワーキングメモリを枯渇させることであるという仮説が立てられている。 ステレオタイプ脅威の反対は、ステレオタイプブーストであり、これは、自分の社会集団に関する、肯定的なステレオタイプにさらされることによって、人々が、他の人よりも良いパフォーマンスを発揮するときである。ステレオタイプブーストの変種は、ステレオタイプリフトであり、これは、他の社会集団に関する、否定的なステレオタイプにさらされることによって、人々がより良いパフォーマンスを達成するときである。 一部の研究者は、ステレオタイプ脅威を現実のパフォーマンス格差の要因として解釈すべきではないと示唆し、出版バイアスの可能性を提起している。ロンドンのキングスカレッジにある社会、遺伝、発達精神医学センターの講師であるスチュアート・リッチーによると、出版バイアス自体が政治的バイアスの直接的な根拠として解釈されるべきではないと述べつつ、心理学における リベラルバイアスによって、それに沿わない結果が出たステレオタイプ脅威の研究が破棄された可能性について言及している。また、他の批判者は、大きな効果を示した初期の研究は誤解であると、かつて示されたされたものを修正することに焦点を当てている。しかし、メタアナリシスやシステマティックレビューでは、ステレオタイプ脅威の効果について有意な証拠が示されているが、この現象は、 過度に単純化された特徴づけに反している。近年行われたいくつかの研究では、ステレオタイプ脅威に関して再現をすることができなかった。また、ステレオタイプ脅威は人工的に形成された不自然な研究手法で、実施された研究ではその現象が確認されたが、自然で現実的な場で行われた研究では、現象が確認されなかった。 The effect of stereotype thread, on mass, test scores for girls and boys, data from o z b o r n researchers found that women experiencing, stereotype thread while taking, a m u s test showed high-tend e e activation in the ventral, stream of the anterior s i n g u l a t cortex, the effects of stereotype thread on the, standardized, test performance of college students, クロム・ジェアロンソン、CM ・スティール、MF ・セレナス、MJ ・ラスティーナ、リーディングス・アバウト・ザ・ソーシャル・アニマル、エース・エディション、エド・イー・アロンソン。ありがとうございます。